中村立行は日本の写真家である。本名は中村立行。神戸市出身。東京美術学校卒業後小学校の図画の先生をしていて、毎晩一生近く飲んでいた酒を減らせればと夜できる道楽を探していて、飲み屋で誰かが借金の支払いとして置いていった6。桜社製のパーレットオプター F6.3 付を安価に入手したのが写真を始めたきっかけになった。 ただ、押し入れで現像をするようになっても押し入れにコップを持ち込み狩猟は減らなかったという。パーレットはベストポケット、コダックのコピー品で撮影範囲を検討で決めなければならず、構図を考えるのが難しかったため、厳密に構図を決められる二眼レフカメラのローライが欲しくなったが、月給が60円の時代に数百円したため効果で到底購入できず、 1943年末に、ミノルタ製のミノルタフレックス I 型プロマー F3.5 付きを購入した。1944年5月8日夜宿直中に、10日完成の下で先行庫を焚いて撮影した、小遣いさんと題した写真が1947年に、アルスカメラの月齢コンテストに初入選、写真にのめり込むことになった。ありがとうございます。